ヘルベチカです。探索をしばし中断して、今は拠点のメンテフェーズ。時代を進化させて新しい設備を建てています。さて次に建てるのはペット管理マシン。希少な素材を使いますが、補給ポットの回収品で賄えそう。電池が足りなかったかも。電池は1スロットありました。そして発電機床を3つ作成。ペット管理マシンができました。これは居間に置くのがいいかな。置けない、なんで。ここなら置ける。広い場所じゃないと置けないのか。諦めた、ここに設置します。このマシンでモンプリに捕らえたモンスターをペットにして85匹まで格納できるのですね。とりあえず旧拠点に戻ります。モノか、モノもペットにできるのかな。モノはミームのような実体のない何かで、本当にあそこにいるわけじゃない。あそこにモノがいると私が思い込んでいるだけです。いないモノをペットにできるのでしょうか。旧拠点です。ペットにできるならぜひにと常々思っていた。キツネさん、あなたの毛皮をなでなでしたいとどれほど私が恋焦がれていたか、あなたは知らないのでしょうね。ふふ。畜産場で包囲します。絶対に逃がさないの。じあれ逃げない。眠ってる。チャンス。難なく捕まえてしまいましたとさ。このままライフが減るのを待ちます。よっしゃ、キツネさんゲット。拠点に戻ってきました。モンプリの中のモンスターをペットにするにはどうすればいいのかな。あーなるほど、ペットにするとレベル1になっちゃうけど、がっかりしないでねってことね。早速広いところで。わーキツネさん、逃げない、逃げないね。わーキツネさん、なでなでしていい。なでなでするよって。わーなでなで、わーなでなで。ふふふ、ついてくる、かわいい。おっと、てめえ二人の時間を邪魔して覚悟はできてるんだろうな。そうか、キツネさんは戦えないな。あのペット管理マシンって本来はもっと強い、理想的にはボスなんかをペットにして探索を有利に進めましょうって装置なんでしょう。戦闘に使えるペットも持った方がいいのかな。この辺りで強そうなのはクマ、それからゾウもいたな。というわけで青物を捕まえてみた。ダメだ、逃げ回るな。だって気になるじゃないですか。いないのに捕まえることができるのか、ペットにできるのかって。いないのに殺せるのですから、ペットにもできそうですが。なんかうまくいかないな、小さすぎる。なんとかペットにしました。乗ることができる。乗ってみた。わ、なになに、モノって乗ると増えるの。あ、畑のスプリンクラーか。わーすげーな、青いものがたくさん来ましたわ。どっかの雑技団みたい。これどこまで高くなるんだ。手を振り合ってる。物に乗ってると私まで物の仲間だと認識されるんですね。ヤッホー、ヤッホー。
モーイーやペットのものを回収して、これ以上ものが増えないようにスプリンクラーを止めます。攻撃してきたペットのものがいないので敵認定された。弓矢でショット、弓矢でショット。もののタワーという珍しいものを見ることができました。次は馬、強いペットはどうしたって、だって気になるじゃないですか。クラフトピアで最速の動物だって触れ込みなんですよ。馬に乗って走れば探索もはかどるかもです。馬さん、見ればこいつも可愛いですね。乗る。お、いつもより視線が高い。はいよ、シルバー。早い、早いかな。いつものホバーボードでかっ飛ばした方が早いかも。まあ生物と機械を比較するのは酷ってもんです。ジャンプ、ジャンプ。おっと、なんとか岩も飛び越えられるか。いつもより視線は高いので探索しやすいといえばしやすいかも。キリンさん、おー、これはマジで視線が高い。走るとこんな感じか。わー、揺れる、めっちゃ揺れる。蔵の位置が悪いです。これは酔いそうだ。悪いけどお前の出番なさそうだよ。再び青物、こいつも結構揺れるんだよな。しかも私が歩く方がまだ早い。足短いですからね。なになに、やめてやめてやめて。これはあれですよ、ロデオマシン。腰回りのダイエットに使えそうです。ペットならやっぱりキツネ。かわいいな。お前はなでなでさせてくれたらあとは何にもいらないよ。ウフフフ、アハハハ。捕まえてごらん。拠点に帰ってきました。そういえば強いペットをまだ捕まえてませんでした。そのうちですね。新しく作れる設備として、あとは銀行とクラウドストレージが気になりますが、それよりも探索を再開した方がいいのかな。今回はここまで。続きはまた後で。本社から急遽機関シロとの非常通知が届きました。私が何かヘマをやったと焦りましたが、そうではなくて、一度本社にて状況報告をし、健康診断、カウンセリングなど受けた後、クラフトピアの別の場所で新たに探索を開始しろとのこと。何でもクラフトピアの一番大きな国と交渉が成立したとかで、大陸の広大な領域を大っぴらに再開発できるようになったとかで。ってことはやっぱり私たち宇宙人のことって、クラフトピア星人には公然の秘密だったんですね。1時間後に転送です。転送できる質量は私自身がギリギリで、身につけるのは上着だけ、下着は諦めろと言われました。せめて刀を持ち帰れないかと打診しましたが、いいよ、その代わりお前はフルチン剣士で本社に帰還なと言われたので、泣く泣く諦めました。今村の人たちに事情を説明しています。ノーパンなので股間がスースーする。村人たちの反応はおおむね渋い顔。せっかく私、宇宙人が村に住み着いてくれて、村は空前の好景気だったのに、それが台無しになるわけですから、私が残していく家や資産は村のみんなで分けてもらっていいのですが、私がいなくなった後動かなくなる設備もかなりあるだろうな。本当に申し訳ないところです。超超超距離転送が秒読みに入りました。それでは皆さん、さようなら。新しいクラフトピアで会いましょう。